ベントの動画見たよ。すごくいい歌だね。うん、いつものかすみちゃんと違った雰囲気で、初めはあれって思ったけど、聴いていくうちに世界に引き込まれたよ。エマさんのおっしゃる通りです。新しいかすみさんを見ることができて新鮮でした。可愛かったです。ふふふ、みんなかすみんの魅力にメロメロですね。もっと褒めたたえてくれて構いませんよ。って、あれ、先輩が編集してくれた動画ってもう公開してるんですか？かすみちゃん、こっちも見て。ファンクラブの入会数がすごいことに。うかうかしてられないわね。ちょっとだけ、本当にちょっとだけ、びっくりしちゃいました。マジカルカスミンキャッスルの人数すごいじゃん。カスミンのキャスミンなんちゃって。うん、カスミンのキャスミン、いいじゃないですか。愛先輩、たまにはうまいダジャレ思いつくんですね。愛さんのダジャレはいっつも面白いわーい。ふふん、しかし、やっと時代がかすみんの可愛さに追いついてきたようですね。かすみんがいち早く前を行き過ぎていましたが、ようやく、ようやくです。それは先輩がいつもそばでかすみんのことを励ましてくれたからです。うんうん、みんなやっとカスカスの本当の魅力に気づいちゃった感じだよね。あの歌聞いたら私だってキューンとくるもん。カスカスじゃないです、かすみん。あざとさと腹黒さと純粋さのバランスが最高なんだよね。あざといとか腹黒いとか何言ってるんですか？ピュアピュアなかすみんには何もわからないです。ピュア。リナ子、何か言いたいことがあるの？リナちゃんボードシーン。私はかすみさんが腹黒いとは思いません。しずか、腹黒いというのはもっとしたたかで賢く立ち回れる人のことを言うのだと思います。。かすみ、したたかで賢く立ち回るもん。